今回はですね、こちらの小さな剣客ですね、新しいイベントをクリアしていきたいと思います。小さな剣客武者修行ですね、剣の道さらなる高みへですね、こちらのレベル100をクリアしていきたいと思います。メンバーはこんな感じです。フレンドさんのこちらですね、一寸法師の VUR 化したものを連れていきます。でこちらのイベントポイントで手に入る 50% の方ですね、あと脇キャラっていうのも重要になってきます。あと火力要因としてこちらのクトゥルですね、こちらを連れていくと便利かもしれないです。では早速やっていきましょう。こちらは2階形式ですね。まず全体的に囲んでいきましょう。6囲いが狙える場合は6囲いを狙っちゃってもいいかもしれないですね。この時点でですね、あ、いけそうですね。来ないかな、あ、来ないですね。ういあ、来ましたね。これですね、これで6囲いを使っちゃいます。全部を囲っちゃいます。だいたいこのスキルゲージは貯めておいた方がいいですね。よし、これで水濠じゃなくて今回から実装されたあれですね、全部水魔石になるやつ、あれと同じような効果が得られるっていうんであれば、こちらの今回のやつですね、イベントポイントで入るものですね、こちらを使って2種類変換して、で脇を使うとだいたいこれ全部埋まっちゃいますね。全部揃ってから囲っちゃってもいいかもしれないです。こういう感じですね。でもこれで全部水なんでね、ここに火をかいてですね、こんな感じにもう水魔石揃っちゃうんですね。で全体を囲います。これでレベル100程度だったら勝てます。いきます、あれですねって感じでワンパンで勝てます。あ、落ちましたね。よし、てな感じで今回は結構簡単にクリアできます。